kemana kemana ya. また連続性のある夢？はい。少し良くなったか？ああ、本当に宗神様の言う通りだと思ってな。今思い出してみると、夢の中ではいつも同じような場所で妻と会うんだ。そこは現実にも存在してる。ただ少し遠くて危険な場所だから一人で行く勇気がなくてな。でもやっぱり行ってみたい。そこに何もなければ諦めもつく。このままじゃなんだか酔っ払ってるみたいで夢うつつの状態が続いてしまう。あれと似た情景をもう夢で見なければ現実。君たち冒険者なんだろ。気分転換だと思う。奥さんには会えないけど美しい景色とかを見たら気分も良くなってくると思うぞ。ああ、俺もそうなることを願って。早く良くなるといいな。また私に隠れて面白い場所に行くつもり？あれ、ナヒーダは質問に答えてたんじゃないのか？ちょうど終わったところよ。今日は奇抜で新しいアイデアをたくさん聞けて収穫に満ちた一日だったわ。どこかへ行くようだけど私も連れて行ってくれないかしら？いえ、多忙な宗神様にこのようなことを頼むわけにはいきません。遠慮はいらないわ。それにこの提案をしたのだってもちろん考えあってのことよ。この機会に私が困惑していることについてあなたたちにも話しておこうと思うの。宗神様であっても困惑するのですか？私はあなたたちとそこまで大きく変わらないわよ。さあ、張り切りながら話しましょう。ついていきます。よっ。仕事は？なんか遠足みたいな感じだな。冒険者はいつもこんな場所に来るのか？それはすごいな。夢の中のあなたたちは
いつもここで会うの？はい、ほとんどの場合がそうです。前方にある山の頂上で会っています。そこでは特に何もせず、日常の何気ない会話をするんです。私たちの娘のヘイデルの近況を話すと、彼女はいつも真剣に耳を傾けてくれます。あとは一緒に思い出話をしたり、面白いことや冗談を言ったり、どんなに話しても物足りなさを覚えてしまうんですけどね。平凡と安らぎも手に入れるのが難しい幸せなんだな。そこが私の困惑しているところよ。私は夢について詳しいわ。だから夢が一般的に論理性や連続性に欠けているものだと知っている。でもあなたはさっき、彼女があなたの話したことを覚えていると言ったわよね。はい、彼女は昔から私の話を熱心に聞いてくれていました。彼女はいつも私を驚かせるために日常の些細なことまで覚えているんです。確かに不思議だな。でも夢ってもともと不思議なものだよな。ただ問題はその描写があまりにも整然としていることよ。例えば窓の外で大きな音がしたとする。すると夢の中ではあなたが大砲に入れられて飛ばされるシーンになるかもしれない。もしも喉が渇いていたら果てのない砂漠を歩く夢を見るなんてこともあるわ。だけどあなたの妻の姿はとても安定していて、干渉を一切受けていないようね。私にも原因はわかりません。しかし私にはこの夢を疑うことも拒絶する理由もないのです。でも私は知りたいの。このような夢は私にとっても珍しい現象だから、その現場を見てみたいわ。さあ、遠足だと思って山の頂上へ行ってみましょう。大丈夫よ、即戦即決と行きましょう。え、ナヒーダも手を出すのか？もちろんよ、これも遠足の一環でしょ。手をつなぎましょう。次の仕事は？結構いい景色だな。おいらも毎日ここへ暇をつぶしに来たいぜ。今のところ変わった場所はなさそうね。思いの力を否定する気はないわ。もしかしたら数値化できないそういった感情の要素にこそ夢を思い通りにする力があるのかも。アイルマンの奥さんってきっと、あれ、オイ
ルマンは？ここで待っててくれてたのか。今日はすごいお方をお連れしたんだ。宗神様が一緒に同行してくれるなんて、すごく驚いたよ。ここの道に慣れたら、ヘイデルも連れてこよう。あの子、ずっと君に会いたいって言ってるんだ。どうしたんだよ。そこには誰もいないぞ。待て、メイナ。そっちは危ない。行くな。落ちてしまうわ。彼を掴んで。はあ、落ちなくてよかったぜ。でも、なんで急に変なことを言い始めたんだ？彼は今、夢の中にいるわ。さっき口にしたことは、前に彼が話していた夢とほとんど一致している。え？それって、眠ってるってことか？私もおかしいと思うわ。でも、無誘している人は起こさない方がいいから。ん？メイナ？メイナは？あ、起きたんだな。よかったぜ。俺は一体、無誘？ああ、そうか。山頂に着いた瞬間、妻のメイナーがそこに座っているのが見えたんだ。妻は君たちの紹介を聞くと慌てて前に行こうとした。でもそっちは崖だから俺は行くなと言って。そしたら妻が消えたんだ。それから俺の近くで風が吹いて空が暗くなった。何かおかしいと思い始めた時にはもう目が覚めていた。なんかすごく変な話だな。それはない。昨日はぐっすり寝たし、今もおそらく私たちが来たことによって潜在意識による夢の想像に影響が。何はともあれ無事に目覚められてよかったわ。先ほど何があったのか大体わかりました。すみません、宗神様と君たちがいなければ。とりあえずまずは戻りましょう。はい。ナヒーダ、何か思い当たることはないのか？手がかりがあまりに少なく、まだ推測の息を出ないわ。それより心配なのは、もしもアイルマンに起こったことだけが例外でなかった場合ね。そっか。モーメント・オブ・ドリームには他にも夢を鮮明に覚えてる人がたくさんいるんだった。ええ、モーメント・オブ・ドリームに限らず、このような人はスメールの他の場所にもいるかもしれないわ。一刻も早く現状とその進行速度を把握する必要がある。じゃあ早く戻ろうぜ、アイルマン。ぼーっとしてないで早く行くぞ。どうしたか。急を要するけど、まずはここで休んでいてちょうだい。宿泊の手配はもうしてあるから。ごめんなさい。ナヒーダ、そんなに深刻な状況なのかよ。あまり心配しないで。私の判断が正しければ、多少の波があれど。あ、声が消えた。なんかとんでもないことになったみたいだぞ。スカラマッシュの言ったこと、どういう意味だったんだ？
歴史を変えたい？でもそんなことできるわけないだろ。そうだろ、どうやったら歴史が変わるんだよ。すでに本当に起こったことなのに。例えばオイラがこの宿にある水を全部飲んだとして、それを証明できる人が誰もいなくたって、お、うーん、でもなんだか心配だ。うーん、わけがわからない。え、ごめん、うっかりしてたぜ。スカラマッシュが変なこと言うからだ。でも自分を消すなんてことはどう考えてもありえないよな。なあ、もう嫌なやつだな。いっつもオイラたちに迷惑ばっかかけて。でもまさかそんなことを成功したりしないよな。そしたらあいつと関わりのあった人とかにも影響が出ちゃうのか。オイラたち本当に何もできないのかな。寝るしかないのかな。でもオイラ怖くて眠れないぞ。いっそ美味しいもんの名前をあげて気をそらそうぜ。じゃあオイラからな。一つ目はそれとジョジョジー、杏仁豆腐、満足サラダ、あとあと船長賞、エビのポテト包み揚げ、リーユエサンス、ハスの実入り茶碗蒸し。オイラ、なんか言ってたような。でも急に内容を忘れちゃったんだ。え、それも料理の名前か。どうしたんだよ、さっきから目を見開いて。オイラ、その残氷って誰かの名前なのか。お、おー、いいぜ。どこに行くんだ。お、いいけど、その表情何か。久しぶりじゃな。もちろんだ、話してみろ。ほう、そんなことが聞きたいとはな。かつて稲妻に名を馳せた雷電五花電、それはこの5つじゃった。雨の間、普
一心、百目、千寿、この5つの鍛造技術はもともと将軍様から直々に賜ったものじゃ。それは多くの優秀な職人たちによってより優れたものへと磨き上げられた。しかしその後、これら刀鍛冶の家系は次第に没落していった。現在も受け継がれているのは我々アメノマただ一つのみじゃ。じゃが幸いにも近頃、楓原和葉が稲妻に戻り、一神殿の技術を受け継いだ。わしの記憶が正しければ、彼が刀を打った時、お前もその場におったはずじゃが。そう言われたら、あの時は雷電五花殿が没落したことを聞いてすごく悲しかった記憶があるぞ。それがまた悲しい話なんだ。本来はわしなんぞが知る由もないことじゃが、それぞれの家系が衰退する話を長年聞いてきて、理由さえ知らぬのはどうかと思ってな。気になった彼は同じ雷電五花殿の末裔として、わしには知る権利があると言った。まあお前に伝えても構わんじゃろう。ただ聞いて嬉しくなるような話でもないがな、雷電五花殿は猿刀工の末裔に報復されたんじゃ。その者は狂ったように殺しを行ったとされている。報復？伝説によると、400年以上も前、タタラスナの炉心で事故が起こったらしい。現場にいたとある刀工が他の者を助けるため、危険を顧みず炉心の中へ飛び込んでいったと。タタラスナの鍛造精錬技術は優秀なものじゃった。当時タタラスナを管理していた造兵士の神は庭という名字のもので、造兵士の神の庭様もその刀工と一緒に炉の中へと飛び込んだそうな。後に炉心は安定したようじゃが、その時には二人はもう。刀工の一族は没落し、その者の息子は誰も面倒を見てくれぬ孤児となって、毎日を憎しみの中で生きるようになった。彼はこのことを稲妻全体のせいにした。父の死について無関心な将軍様を恨み、じゃが無力な彼はその恨みを子孫に継がせることしかできなかった。物語はここで終わらない。100年前、一族の当時の当主は現状にひどく不満を感じておった。やがて彼は怒りを晴らすために極めて過激な決断をした。雷電五花殿に復讐。その者は百目一族の出でありながら、自らの一族の職人まで殺めてしまった。じゃが楓原家と上里家の末裔や刀工と対峙した折、そばに居合わせた者がおったことで、彼は猛烈な反撃に遭い、その場で死したとされておる。そのおかげで楓原が代表する一神流も壊滅を免れた。楓原和葉か。ちょうど昨日ここに来ておったぞ。昨
気にするな。その表情だとまた他の場所に行くんだよな。じゃあ次の場所に出発だ。運動は必要です。旅人、久しぶりだな。もし奉行様とお嬢様を探してるのなら、あいにく今は府中にいないんだ。公務に行ってるのか。ああ、奉行様は公務に行っている。お嬢様の方は奉行様の名代で会議に出席しているんだ。急用があるならここで少し休んで待つといい。どうするんだ。中に入るか。他の人だったら当然ダメだが、君は奉行様やお嬢様とも親しい。ありがとな。おや、そのように私を見てどうしたの。いいですよ。お嬢様から聞いたことがあるので、何を聞きたいのですか。あなたのおかげでお二人とも元気ですよ。奉行様の方はというと、あなたもご存知の通り、相変わらずとても忙しくなさっております。聞いた感じ、普段と変わらないってことか。ええ。どうだ、他に聞きたいことはあるか。どういたしまして。あなたがとても忙しいと伺っていなければ、奉行府によく来るようお誘いしていたところですよ。実のところ、お嬢様からよくあなたのことを伺うんですよ。私もあなたが稲妻に来られてから、様々なことが良い方向へと向かっているような気がします。どれも普段奉行様がお食事をなさるときは、いつもトーマ様がおそばに付き添っていらっしゃるんです。公務によってはやむなく外でお食事をされる時もあります。ただ奉行様が言うには、トーマ様の料理の腕はおよその料理人よりも秀でているとのことです。ご存じないかもしれませんが、お二方はあなたのこともお話しされます。お嬢様もたまにご一緒されることがあります。近頃何度か会った一家団らんのひとときには、いつも趣のある人や見聞についての話がありました。先代奉行様と奥様が亡くなられてから、上里家もこれだけの年月を歩んできたのですね。ばあやの私は奉行様とお嬢様の成長を見守ってきました。もしお時間がありましたら、いつでも奉行府へ遊びに来てください。ぶしつけですが、それはよ。ひひ、オイラここに来るのが好きだぜ。オイラも食べたくなってきたぜ。もちろんいいですとも。じゃあオイラたちはこの辺で失礼するぜ。うん、わかったぜ。じゃあな。ええ、わかりました。二人とも、もう行くのか。用事が済んだからな。そうか、君たちの旅が順調であるよう祈るよ。グザビエ、どうしてここ。この近くで用事があってね。聞きたいことがあるんだ。もちろん、俺はここ一帯の。何が聞きたいんだ。遠慮せず当然さ、俺はこの近くを数え。それに他の場所でも
かつてタタラスナに住んでいた人の子孫に会ったことがある。はあ、急にそう言われてもな。俺の知る限りタタラスナは丹造精錬業の中心地区の一つとして数千年にも及ぶ歴史を持ってるんだ。2回？ここ数年の1回、何百年か前にもう1回だ。そういえば稲妻の人に聞いたんだが、どうやらこの2国の技術交流も歴史が深いものなのかもな。聞けばそのフォンテーヌの職人というのも当時の。なあ、タタラスナに来て聞きたかったこと、グザビエに聞いてみたらどうだ？おお、二人は歴史を研究しているんだな。そうなんだよ。こいつ、今日はどうしたのか知らないけど、ずっと歴史について聞き回ってるんだ。あ？急に歴史について興味を持ち始めたのか。いいぞ、話してみろ。歌舞伎物。聞いたことはないな。その言葉が稲妻では一般的に得意な行動をとるとかユニークな服装をする人とかを指すのは知っている。俺もこの言葉にふさわしい人に会ってみたいとは思っていたが、残念ながらそのような人に会ったことはないし、タタラスナに関係のある話で。なーに、どう？もう行くのか？それじゃあな。おお、気にするな。じゃあな。どうやら知りたかったことは聞けたみたいだな。おう、でもお前元気出せよな。遠慮するなって。じゃあナヒーダに会いに行こうぜ。次の仕事は？Wow, lumayan. Cuma 200.赤羽に沢だ。お前たちまだここにいたのか。ああ、もし時間があったら。いいけど。もちろん。この前のはタタラスナについてまだ聞きたいことがあるんだよな。とはいえ進展はいまいちでな。ん？あ！
僕のもいるかい？どうぞ。どうだ？そうだ、この前赤羽たちはもっと情報があったら教えてくれって言ってたよな。まさか重要な情報か？話すと長くなるんだけど、実はオイラたち稲妻に友達がいて。おお、こんな話が聞けるなんてな。なるほど、すべての根源は復讐だったというわけか。はあ、結局おば、これらの情報は私の言説をさらに補強したと言える。見たか？わかったわかった、君の言う通りだ。だがそうだとしても僕が小説を書いちゃダメってことにはなら。また議論を始めちゃったぞ。おっと、すまない、自分たちだけで盛り上がってしまう。いいってこと。また何か情報があったら。おう。旅人、パイモン、最近はどうかしら？全然休めなかったぜ。あの日の夜にこいつと話をして、気づいたらもう朝になってて。ジャンヒョ？聞いた感じでは、何かのコードネームみたいね。表情が暗いけれど、何か言いたいことでもあるの？旅人？おい、どうしたんだよ、顔色が良くない？そうだったの。つまり、そのザンヒョウという名の人形は、世界樹で自らを消し。でも、どうしてそいつはそんなことができたんだ？旅人の話によれば、彼はもう少しで、スメールの神になっていた。それは、私の記憶と噛み合わないわ。でも、辻褄は合うわ。もし誰かが世界樹で、自分の存在を徹底的に抹消したら。つまり本当にそんな人が存在してたけど、そいつが世界を変えちゃったせいで。ええ、理論上にしか存在しない挙動だし、そんなことをする度胸のある者がいるかさえ。旅人はテイワットの外の世界から来たから、世界樹に
彼についての情報はなかった。もしこの世においてこのような形で改ざんされた過去を記録できる人がいたとしたら、それはあなたしかいないわ。でもその残票ってやつはなんでそんなことをしたんだよ。私も今ある情報からしか推測することはできないわ。彼が具体的にどんな人だったのか今はあなたしか覚えていないから。何か言えないことでもあるの？すでに死んだ人の歴史を変えることはできなかった。ソ・チャンヒョンは自分が裏切られたわけではなかったと知って、物語にあったかつてタタラスナで暮らしていた人を友、そうして人間を憎む理由をなくした彼なら、かつての友を救おうとするのもおかしくはないわね。とても合理的で、どの点においても辻褄が合っている。ザンヒョウは博士の手伝いにより神になりかけた。だからこそ彼は世界樹とつながる権能を得たわけだけど、その権能のおかげで力が残り少ない状況であっても世界樹の中の記録を書き換えることに成功し、確かに筋は通ってるけど、おいらこの感じなんか嫌だぞ。少し待ってちょうだい。見つけた。おそらくこれね。やっぱり私の方でも尋常じゃない状況が起こっているわ。私自身が保存した全ての情報の中にあなたたちも見てちょうだい。童話？誰が書いたんだ？この記録を作ったのは。え？ナヒーダの書いた童話がその残票と関係してるのか？旅人の話と合わせれば、私の残した物語は全て。待てよ、もしかしてその記録って。そう、たとえ他の記録にある残票と歌舞伎物についての内容が変更されても、私の手によって書き起こした物語に影響はないの。世界樹内の情報を変えることはテイワットを書き換えるのと同じでも、世界樹は事前にわざと隠された情報を変えることはできないの。この記録はきっと残票が世界樹に入る前の私が残したバックアップね。すごい方法だな。旅人を残票と一緒に世界樹に入らせたのも、その時の私が考えたもう一つの保険だったのでしょう。世界樹に今ある情報とそれらにおける全ての異なる場所をつなぎ合わせれば、彼の言う残票が消した一生にたどり着くわ。野狐の皮をかぶった猛獣が狐の群れに紛れていた。彼らは昼夜を共にし、互いを友と呼び合い仲睦まじくしていた。たまに猛獣は夜になると狐の皮を脱ぎ、水中の自分に向かって嘆く。自分はこれほど不自然な存在なのに、彼らは愚かでそれを見抜けない。実に残念だと。しかし猛獣はすぐにその考えをやめた。なぜなら狐の群れにいる衣類は彼だけではなかったのだ。もう一匹白い木から掘り出され、人に見捨てられた子猫がいた。子猫は狐になりたかった。
だけど子猫の尻尾は細くて短く、色鮮やかな毛並みを生やすこともできない。他の狐はそれを見るとこう慰めた。だとしても君は僕たちの仲間だ。猛獣はそんな馴れ合いを嫌い、山の中で火をつけた。動物たちはひどく怯えた。一匹の灰色の狐が前に出て猛獣と話をした。いわく、君は頭がいいから。猛獣は微笑みながら灰色の狐を火のそばに連れ殺した。灰色の狐の心は透明で美しい無垢な雫に作り上げられた。猛獣はその雫を子猫に渡し、こう伝えた。みんなお前を犠牲にしようとしている。これをもって、お前の狐の仲間たちのために、死にに行くといい。火は消された。子猫はそこを離れ、翼の折れた小鳥と共に暮らした。彼らは互いに寄り添うことを約束した。しかし、小鳥の寿命はあまりにも短く、すぐに息を引き取った。それから子猫は、山におけるすべての葉っぱも、すべての動物も、愛すことはなかった。彼はいくつもの夜をさまよい、月に向かって牙を研いだ。子猫は月を喰らい、すべての月光を噛み砕きたかった。僕は新たな月となり、みんなにとって唯一の存在となる。そうすればこの世に鳥や狐、猫がいたことを知る者はいなくなる。溶けた！すべて思い出したわ。私が全力で残したバックアップは、残氷自身の記憶だった。神になるため、彼は大量の実験と改造を受け入れた。人形だったからこそ、あのような過酷な過程を耐えてこられたのね。この記憶は当時の学者たちが彼から抽出したものよ。残氷を警戒していたからこれを残したのかもしれないわ。神を創造するのは第一歩に過ぎず、あまつさえ神を操ろうとする者もいた。私はそれらを自らの深い夢の中に保存した。そして書き起こした物語でさらに外部を包むことで。本当にそんな人がいたのか。そいつはオイラたちと何回も会ってて、それなのにオイラは完全にそいつを忘れてた。残氷は降臨者に関する情報を探すのを手伝ってくれ。消失する前、彼は最も重要な手がかり、あなたの血縁者がかつてカーンルイヤに降臨したという情報を載った。だ、世界樹にある情報の変化がファデュイの上層部にどれだけの影響を与えるかはまだ不明ね。彼らは組織内にかつてそのような執行官がいたことを覚えていないかもしれないわ。その話だとオイラはそいつのことが好きじゃなかったみたいだけど、だからってそんな結末もオイラは好きじゃないぞ。それこそが知恵が全ての問題に答えられるわけではないことの証明よ。答えは一つだけではないの。この世の生命が求めているのは真実を追いかけ困難を解決すること。真実をその人に返すのは運命の選択権を渡すのと同じ。傍から見れば無駄なことだったかもしれないけれど、こうして自分が思う通りに消えることができたのは、彼にとってきっとそれだけの意義があることだったのよ。
忘れないで。たとえ暗黒の雲の下を歩んでいても、どれだけ道が困難でも、知恵の灯火が私たちを良き結果へと導いてくれるわ。そしてこれは、あなたがずっとやってきたことでもある。おう、ナヒーダの言う通りだ。元気出せよな。この暗い話を続ける前に、今から何か食べに行ってもいいと思うぜ。いい考えね。パイモン、彼を気晴らしに外に連れて行ってあげてくれないかしら。オイラに任せろ。ほらほら、複雑な気持ちなのはオイラもわかってるから。グランドバザールの屋台で食べ物を買って気分転換しようぜ。あんなことを覚えてるのがお前だけなんて、確かにすごく悲しいよな。でもオイラがずっと一緒にいてやるぞ。一緒に話をしたらきっと良くなるさ。ついていきます。マスタゴー、ああ capeknya, kos-kos bercabang.Atas somno. Aduh, nyesel buka-buka ini nih. Nyeselin. これはニーローではありません。こんにちは、ジュートさん。新鮮な食材はまだ残ってるかな？ええ、もちろんです。聞きましたよ。ズバイルシアターで打ち上げをするとか。でも見たところ、そちらのお二人の分も食材を追加する必要があります。お、紹介するね。こちらは旅人。で、こっちがパイモン。違う！え、間違ってない？おい、今の聞いたか？ニーローを甘く見ないでください。たとえ些細なことでも、彼女は人のことを忘れたりしません。それに彼女はとても勇敢でもあります。この前、打獣の口から私の貴重な香料を救い出してくれたんですよ。大したことじゃないよ。それにみんなにはいつもお世話になってるからね。あ、急いでるのに話がそれちゃったね。ジュートさん、さっきの話ってもしかして用意してくれた品が足りないってこと？あれは冗談ですよ。商売をするときはいつだって予備を用意しておくものです。おっと、そういえばそちらのご友人お二人は他国からいらした方のようですが。シュートさん、タフチーンはね、お米とお肉を混ぜて作ったケーキみたいな食べ物なんだ。その香りは
濃厚で不思議でね、ジュートさんのところに子供がたくさん集まってたら、それはタフチーンの香りに引き寄せられたってことなんだ。子供だけではありませんよ。私もしかして食いしん坊なのかな。どうやらオイラたちって似た者同士みたいだな。では少々お待ちください。シアターのお客さんをもてなすときに出すものですから、それとたくさん作ったので包んでおきました。後でシアターの皆さんにもお渡しください。え、本当にいいの？しかもこんなにたくさん。構いませんよ、1個作ろうと100個作ろうと同じことですから。むしろ在庫の整理ができて、いえいえ遠慮しないでください。それに食べた後にモラを払えたなんて、お客さんを騙したみたいじゃないですか。はい、食材と包んだ料理です。またお越しくださいね。なんでこんなに荷物が。うん、こういうことなんだ。ニーロ、ちょうどいいところに来た。あともう少し遅かったら。また冗談を言って。アフシンさん、多重はそんなの食べないでしょ。もしかしてジュートが言ってた香料を食べた多重ってお前。おっと、そういえばそうだったな。すまんすまん。もしニーロがあの場にいなかったら、俺の半月分の売り上げが全部パーになって倍し。多重って力が強いから、口から物を取り返すのって。あいつらってほんと何でも食べるんだな。あ、どういう意味だ。実はそうでもないんだ。多重は腹が減ってなくても、物を噛むのが好きだからって理由で何かを食べることがある。そしてさっき言った布は上質な素材を使っていて、非常に破れにくいもんだ。打獣がこれを噛んだら丸一日は咀嚼に時間がかかる。お前まさか実際に試したのかよ。本当のことだぞ、嘘はついてない。まああれは事故だったんだがな。こんな上質なもんを実験に使うなんてもったいないだろう。へえ、確かに良さそうな布だな。なんだ、興味が出てきたか。もし欲しけりゃ今なら2つ購入で2割引きにしてやる。2割引き、かなりお得だな。旅人どうする。アフシンさん、そんな口車でその気にさせちゃダメだよ。え、口車。さっき言ってた布の質の話って。ううん、そういうわけじゃないんだけど、ただアフシンさんは物語を話すのが得意で、たとえそんなに必要なものじゃなくても、私も前に使わないものをたくさん買ったせいでズバイルさんに厳しく注意されたことがあって。そんな目で見るなよ。彼女は注意されただけだが、俺はこっぴどく叱られたんだぞ。だが物語は商品に価値を与えるっていうのが俺の心情でな。ニーローは稀に見る聞き手だよ。あの時、まあ彼女に物を売るとき、その嬉しそうな表情を見て逆に罪悪感を覚えちまったが、彼女にこんなたくさんの物は必要ないって分かってたしな。それで俺は気づかされたんだ。物語を話すのはあくまでも手段であって目的じゃない。商売をするときは物を売ることだけを考えてちゃいけないって。気にしないで、今はみんな友達だし。そういえば今回仕入れた品の中にあんま質の良くないもんがあってな。普段使いには全然問題ないんだが、何せ俺の客たちは細かいことにうるさい。で、相談なんだが、ニーロ。え？うん？俺を助けると思ってな。道具を作るときに結構使うだろ。ここに置いとくと保管と配送でモラがかかるんだけど。それなら通常の値段で買うよ。いやいや、
売れないものだって言っただろ。気にせず持ってけ。どうしても気が引けるってんなら、後日シアターのチケットを何枚か送ってく。ああそうだ、君たちも受け取ってくれ。冒険者なら何かと材料が必要だろ。オイラたちの分まで。さあ持ってけ。それを見てると頭を抱え。もう一つ寄りたいお店があるんだけど、そんなにたくさん荷物を持ってて大丈夫？ニーロ、やっと来た。いやいや、そんなことしたら楽しみが。そうだよ。あれ、その二人ど、もしかして家臣だ？うん、この二人も今日の打ち上げに参加するんだ。ってことはかなり賑やかになりそうだな。よかった。リカードとネガールお姉ちゃんもきっとあなたたちと話したいはずだよ。あと俺たちからささやかなプレゼントを用意した。打ち上げならこれをかぶった方がお祝いの雰囲気が出るだろう。わあ、素敵だね。いや、作ったのはファルハードだ。確かに肉体労働をする人間が編み物。わかってるわかってる。ほら、お客さんもかぶってみろよ。お前に合うサイズもある。うん、よく似合ってるね。綺麗だな。オイラがかぶれるようなサイズはあるか？残念だけど、この模様のは全部配っちゃったんだ。不思議。なんだか変な感じがするけど。そうだ、荷物が多いみたいだし、箱。普段俺は運搬業をしててな。おお、頼むぜ。早く早く。プロの人さん、助けてくれてありがとう、ファルハードさん。でも先に言っておくけど、後で機会を見つけて新しい劇の内容を聞くとかはなしだからね。Aduh, sayur. Ini lawan siapa sih? もしそうなったら、今回は私もズバイルさんが怒るのを止められないかもしれないし。ほら見ろ、お前の思惑が見え見えだから、ニーローだって気づいたぞ。ひさこ、何もと。余計なこと言うなって。わかってるさ、あの人を怒らせる度胸なんてないからね。わーっ、ミシスワラエリーナダリソーマ。Gila, mbak, mirip banget. でも、フーサングのものも考えると一度に全て運ぶには俺たち全員で分担する必要がありそうだ。パイモンは運びたくないみたいだから、私が少し多く運ぶよ。こう見えて普段から真面目にトレーニングしてるんだ。踊る時って力とバランスが大事だからね。いやいや、オイラも運ぶぞ、任せてくれ。それにもう食べちゃったし。Kasihan Peng. Yoisho, Yoisho, Yoisho. Dah bisa belum? Okay. Hey, oh, Tobi. Cita sa? Nani ga tabetai?オイラの話を聞いてるのか？
かないな。じゃあちょっと待っててやるから。どうだ、終わったか。すみません。先ほどの帳簿に少し問題があったようなので、見てもらえませんか？ゲティコストーム。おい、ちょっと待て。ん？僕を…お前のことじゃなくて、あのガキのことだ。見たく、お前。働かせてもらってる身分でまたぼーっとしてたのか。よっぽどこの仕事が退屈か、それとも町の…僕の不注意です。あなたの言う通り、もしかしたら町で起きることが。すごく気になってるみたいだけど。お前さん本当に変わってるな。俺んとこに働きに来たくせに金はいらないと言ったのもそうだが、何をやらせてもいろんなものに好奇心が向いて拉致が。別にこっちも利用しようなんて気はないし、払うべき賃金はきちんと払うが。いえ、お金はいりません。よそから来た僕を働かせてくださりありがとうございます。そんな言い方をされてもな。ほら、夕暮れの実だってなくなっちまっただろう。夕方には町に欠けた品は僕が探してきます。待て、この際だからはっきり言おう。金を欲しがらない労働者に会ったのはこれが初めてだし、確かにちょっと得しようという気はなくもなかった。金もいらない、休みもいらない。時間ができたら辺りをほっつき歩き見て回る。いかにも。僕のことは後にしましょう。今は品物の方が先です。夕暮れの実でしたね。おい、どうするんだ。おう、こっそり近づこうぜ。大丈夫？パイモン。大丈夫、オイラはやれるぞ。だって何事にも代価を支払う必要があるってことに気づいたからな。次の仕事は？あれが残票だってのは分かったけど、オイラたちどうするんだ？あいつから夕暮れの実を奪うとかか？数に問題はありませんね。洗った方がいいでしょ。そこの二人、町からここまでずっといたでしょう。気づかない方が難しい。もしかしてどこかで会ったことありますか？いや、その目、僕のことを知っているんですね。しかし僕にはさっぱり。本当に知ってた？すみませんが、そのような話を。人形？そんな。え？その表情。どうやら僕を知っているのは、僕はただの放浪者に過ぎません。ただその様子からして僕に会いに来た。いいですよ。本当にあの店長の使い？はい、辺りをさまよっていた時、野外であの方に出会って。に、意外といいやつだったんだ。品を届け終えたらあなたと一緒に行きます。じゃあまずは町に戻ろうぜ。
すみません、ここに置いておきます。本当に取りに行ったのか。あ、この二人が僕に用があるそうで。ちょうど賃金を払おうと思ってたところだ。どこへだって行きたい場所に行くといい。え、知ってるさ、お前さんが俺の手伝いをしてるのは雨宿りをさせたことへの礼だってな。な金、そういえばあの日はあんなに雨が激しかったのに、お前さんはのこのことゆっくり気ままに歩いて。おかしいだろう、目的地もないのになぜ雨の中を歩く必要がある。急いでるわけでもないのになぜ雨に濡れながら外にいるんだ。だが俺がお前さんを引き取ったのはただのついで。しかし僕にはそんなもの。ここでお別れしましょう。町へ連れてきてくれて。気にするな、これでもたくさん人を見てきたが、なんてことはない。感謝します。さて待っていてくれ。次の仕事は？こんにちは。急に伺って。オイラたち町でこいつに会ったんだけど何も覚えてないみたいで、とにかくいろんなことが起こったんだ。つまりあなたはテイワット各地を放浪しながら修行をしていると。私の知る限りそういったものは修験者と呼ばれているはずだけれど。はい、こちらの方が僕のようなものに合っているかと思いましたの。しかしこの二人は僕を知っているようなのです。しかも他のものは知らない、僕の過去まで。過去というより、説明するのがとても難しいわ。このような言葉を使うのはあまり好きではないのだけど。あなた前世みたいな感じか。ええ、昔というにはずっと距離が遠く、あなた自身には全く知り得ない状況のことね。聞きたいのですが、その前哨における僕はどんな人だったのですか。何か言いたげなのにそれを言うのが忍びない。どうやら言いにくいのはそのことが今の僕に大きなショックを与えてしまうからなのでしょう。けれど僕は受け入れられま。そんなに真実が気になるの。はい。じゃあはっきり言うわね。前哨でのあなたは悪とされることを数多くしていたわ。あなたは他者によって死にかけ、他者もあなたのせいで死んだ。人ならざる者として生まれ、神を憎み人間を嫌った。あなたは終始さまよい、たとえ居場所や身分を手に入れても立ち止まる理由を見つけられなかった。執着という根は時として茎を伝って苦き果実を実らせる。合衆から逃れられない。全てを使い果たして
歴史を少し揺さぶっただけ。結果だけ見れば確かにそうだと言えるわね。今聞いた一切を単に正しいか間違いかで判断することは僕にはできません。人の行ういかなる選択も時と場所によって決まる。因が果をもたらし、罪が重なり、真理とはもとよりそういうものよ。正しさもあれば、それ相応の間違いもある。でも、万象と万物は生まれながらにして複雑であり。前哨の僕は、皆から好かれていなかったようですね。別に傷つけようとしてるわけじゃないんだ。ただオイラたちにとっては確かにそうだったってだけで。しかし今僕のために。なあ、もうこいつってただ敵と全く同じ見た目ってだけの知らない人だろ。全くの無実じゃないとは思うけど、かといって問い詰めることもできない。クラクサ・ナリデビ様、知恵の神であるあなたが言うのなら、それは全て真実なのでしょ？ええ、全て真実よ。あなたさえ良ければ真実の記憶を見せてもいいわ。はい、この目で直々に見届け。たとえ今のあなたの精神が。僕は人形、心も名もないただの人形です。逃れられない因果を除いて。ならあなたの願いを叶えてあげるわ。ちょっと待った。オイラたちもついていくべきじゃないか。グランドバザールから。心配はいりません。たとえ危険にあっても。旅人、私の代わりに。そうだな。お前は今状況が特殊だから。オイラたち。うん、ありがとう。じゃあ準備をお願いね。そこに何がある？あなたたちのいる空間は、私が記憶の内容を抽出して再現した無境よ。記憶を見れば真実を知ることができるけど、記憶にある敵の映像を怒らせてしまうこともあるから。まるで本当にその場にいるような感覚。僕にそこまでしてくれる必要はありません。僕は。でもオイラたち、途中でやめるようなことはしないんだ。前はお前が原因で、やるべきことが途中で止まっちゃったからな。そうですか。放浪者、ここは雷神が残票を安置した場所、借景の館よ。あなたの前哨はここに大量の記憶を残しているわ。それってある意味ここがこいつの出身地ってことか？そうとも言えるわね。理由は。足音がするようです。崩れた岩の後ろにこんな大きな空間があったなんてな。まさか消化骨髄を採掘していた隊が残したのか。いや違うな、内部の作りは完璧で保存状態もいい。どうしてこんなところに人が倒れてるんだ。喋れるのか。どうしたんだ。いや怪我はないな。それにこの身分の高そうな服。この男はカツラギといって、トラチオの養子であるみこし長政の助手だったの。彼は借景の館に残されていた残票を見つ。それによってその後の全てが起こったんだよな。改ざんされていない記録の中では、カツラギは
長政に殺されたわ。外に連れてってやる。仲間が近くにいるんだ。タタラスナ事件において責任者であった丹羽は職人に偽装した博士に殺害され、当時歌舞伎者と称されていた残響は行方不明となった。そして神輿長政は2番目の責任者として責任を負う必要があったの。葛城はかつて長政に助けられたことで長政に忠実を誓っていた。そんな葛城の揺るがない決意により長政に自分を殺させ、タタラスナ事件の幕を閉じさせたの。葛城って人いい人だったんだな。見た目は無人のようですが慈愛に満ちた顔立ちです。どうして彼は幸福な最後を迎えられなかったのでしょう。はい、今直し、まだね。Din tu lagi, ada lima lima. Nagamasa sama, この衣を崩れた洞窟で見つけました。自分の名前も覚えていないようです。名前がないと困るだろうに。先ほど外の作業員がお前を指して歌舞伎者なんて呼んでたが。構わない。それでいい。カツラギ、こっちに仲間が増えたことを丹羽様に報告してきてくれ。君と同じで僕も捨てられたんだ。当時僕はここに住んでた。うん、聞いたんだけど僕のお父さんとお母さんは二人とも刀を打ってたんだってさ。でも工場の管理人さんが、お父さんも僕と同じように。でも君はそうなってはならない。うん、僕たちはもう家族だから。この子には名前がない。というより残響も彼の名前を知らなかった。彼の父親は彼に名前を付ける前に亡くなったの。母親が亡くなってからこの子はかやぶきの小屋に一人残され、そしてタタラスナを離れた残響は偶然にもその幼くして病で亡くなったわ。ある日残響が家に帰ると彼が息を引き取っていることに気づいたの。おい、一体どうしたんだ。返事をしろ。家族のように一緒に暮らすと約束したのに、結局君も庭たちのように僕を裏切るんだね。声が途絶えた。引き続どうして僕の行く先を阻む。阻んでいるわけではない。待っているのだ。貴様の正体は一瞬だ。鋼鉄の意志のために刺激されることも
そのまま放浪を続けることもできよう。僕は仲間を引き込もう。犯行の運命はすでに幕を開けた。席に代わり祝宴に参加しようではないか。とても暗い場所です。あ、ここなら知ってるぞ。改ざんされていない記録の中では嫌な感じだ。おい、あっちを見ろ。つまり親愛なる淑女様はあのアホどもとこの工場を僕に託してくださるということか。もうあんたの手下なのよ。下げすんで何かいいことがあるのかしら。それともアビスで戦う方が有意義だったかしら。まあもちろん博士の実験体になるよりつまらないのは認めるわ。本当によく舌が回るよ。もっともその口で得をしたことはほとんどないみたいだけど、これ言われなくてもこれから何があるかくらい知って。そうかな。あえてもう一言だけ言っておこう。自分が無敵だなんて。あら、私を心配してくれているのかしら。まさか。君が僕の足手まといにならないことを願ってるだけさ。私はただこの混乱した国に火をつけてあげてるだけよ。あんただって捨てられたものとしてもっと覚えてるかしら。稲妻にいたあの時、陶工を何人も殺したんでしょ。雷電五花殿の末裔もさぞかし苦しんだんでしょうね。あらあら、その表情。過去を追想するのはやめた方がいいわよ。それじゃまたね。祝賀会でお会いしましょう。かわいそうな舌だって。体中に火のついた女の分際で。まあいい、誰かがここを見つけるのも時間の問題だ。陰謀はことここに至ってもまだ断ち切られていない。はい、心配はいり。どうして黙って私を見てるのかしら。もっと人に好かれるように振る舞おうとか思わないわけだ。僕の義務は君に好かれることじゃない。それに君の目には最初から利益と結果以外のものなんてないだろう、魔女さん。迷子のお人形が第6位に上がれたのだって他より少し頑丈だったってだけじゃない。そんなのが長所ですって。君と接しているとまるで烈焰と交流している気分になるね。だけどお互い殺し合う前にまずはやるべき責務を果たす。正論派の賢者ナフィスが本計画への加入を断ったことにより、歓迎しよう。良い協力関係を築けることを願っているぞ。ふん。いつから始めるんだ。もう待ち遠しくて仕方がないようだな。先に言っておくが、生態改造には時間がかかる。私も早めに開始することをお勧めしよう。それに連結に成功した後、彼の体は機体と完全に紐付けされ。そんなことはこれまでにも十分経験してきた。お前は私がこれまで見てきた中で最もタフな実験対象だ。だがあの日々があってからというもの、お前は命令通りいつ何時もアビスの中にこもるようになってしまった。その真面目ぶった口の聞き方、
狂った実験にしか興味ないってば。私と話をするときはもっと言葉遣いに気をつけた方がいい、スカラマシュ。確か、また博士だ。嫌な感じの場面だぜ。あの者からはとても深い邪悪の気配がします。あいつを見たら嫌な感じがするのは当然のことだぞ。オイラもな。引き続き進みます。神様、あなたは僕が悪であると思いますか？あれらがあなたであると認めるなら、悪であるということになるでしょうね。あなたが思うに、人と人形に、あなたにとっての前哨や他哨の自分はあなたと何か違いはある？人の世の霊団に耐え喜怒哀楽を味わう者は人である。そして生老病死を憎み、愛し、泣き、怒る者も。僕は十分に多くの過去を見ました。もし可能ならば、どんな結果になろうと、僕に課せられた非難と制裁から逃れるつもり。その記憶を僕に渡してくれませんか？え、でもそれじゃあお前。僕は常々、人という生命個体は、僕は人形として世に生まれましたが。記憶を取り戻すことは、あなたを完全に前哨の位置に戻すことを意味す。本当にいいのね？もとより、この胸に開いた穴と共に生きてきました。人形を想像したものは、それから、あなたたちに出会って気づいたのです。僕は生まれながらにして他者より願いを抱きやすく、修験者となっても徹底的に悟ることはできませんでした。どうやらそれこそ、だからお願いです、宿命を変える意味を。分かったわ。すでに決心したのなら、これらをあなたへ返すわ。それがあなたの選択なら受け取りなさい。こやつを自由にしてやろう。人形？どうしてここに？これは。お主も人間だと思うでござるよ。お揃いでしたか。いい刀だ。本当に嬉しく思うよ。これは僕の。大丈夫なんだよな。だからこそ、ここで終わるわけにはいかないんだ！
わお。Seguir tu posición. Too late. What? Gimana cara nyebutnya? Emang balance. Nih kacau sih besok. Goodbye Xiao. Jitsuni Fuyuka. この目、僕の視界から消え失せろ。消えた。引くまでもないだ。僕がそいつに負けるはずがない。へへへ、言葉遣いが戻ってきたな。でもあの中にいたのもお前だろ。そんな悪いね。僕は他人にも自分にも薄情なのさ。その必要はない。たとえ僕が何かを変えることができない。記憶の読み取りはとても順調にいったわね。行こう。よっ。おかえりなさい、旅人タイモン、そして残暑。ふう、なんだかすっごく長い旅をしたみたいだ。もしかしてこの名前は不満かしら。別に、ただそろそろ名前を変えな。博士があれだけのことをしたとし、僕がファデュイの方に戻ることはないし。つまりファデュイを離れるってことか。君の言う通りだ、クラクサナリデビ。全てが無駄に見えたとしても意味がないとは限らない。だからといってあなたの身から過去が消えるわけではないわ。それはも、それからあなたが全力を尽くして追い求めていたこと、その最も革新的な目的はまだ達成されていない。世界を変え、過去を変え、他人の運命を変えるのはあなたが渇望した答えは究極の破滅。その本質は虚妄よ。たとえこの世から残票がいなくなっても。そうだね。そこまでやってこんな結果になったこと、たとえ僕に何の価値がなくても、クラクサナリデビ、世界中にあった情報は君がわざとあそこに残したんだね。
できる限りあなたが自然に情報を得られるよう。どうしてそこまでするんだ？これは正直に言うべきね。過去の経歴によってあなたは私にとってもスメールにとっても有用な個体となったの。あなたを仲間にすることは。でもその前に私は過去の真実をあなたに教えたかったの。もし利用するだけなら私は博士と何も変わらなくなってしまうから。本当に。これは私が持つべき美徳なのかもしれないわね。他者にとって有用であること、それが価値というものだ。だからこそ罪人であっても僕は再び。ああそうか、危うく忘れるところだったよ。悪いけど僕は物事を見る角度が少し違うのさ。まあ僕も全部が全部打算だとは思ってないよ。そう思ってくれてよかったわ、旅人。これから私は世界樹に深く隠された秘密を、もちろん世界樹に記録されたあなたの血縁者の旅の始まりもね。ええ、旅人。僕が世界樹の情報の激流に飛び込んだ後だから彼らに変わった後の運命を尋ねたのか。何はともあれ助けてもらったわけだし、この恩は個体と個体の間には借りとそれを返すだけの関係しかないんだ。そうではないわ。人と人との関係は決して簡単に白紙に戻せるよ。あなたもきっと感じたことがあるでしょう。あなたの人生に現れた人は水滴が蒸発するように消えはしない。取り返しのつかないことや変えられないことがあるからこそ、人の世には感情が芽吹くの。あなたの感じるものは全て真実であって、亀裂を背負ったまま生きていくのが人間というものよ。心臓のない人間なんていないだろ。あなたは心臓がなくても苦痛を理解することができる。過去は揺るぎないけれど、あなたは引き続き歩むことができる。未来という線が十分に長いのであれば。どうやら僕をどうするべきかもう考えてあるようだね。いろんなことが混ざって難しい話になってるけど、一番重要なのはナヒーダについていった方がいいってこ。だったら君たちと共にいるとしよう。暗闇からの助力としてね。私たちの提案を受け入れてくれて嬉しいわ。早く早く。なんだって？だっておいらまだお前のことあんまり好きじゃないし。なら今後はあまり会わない方がいいかもね。名前は人生で最初の贈り物。はっきりとは言わなかったけど、今回は彼とパイモンがいろいろと手助けしてくれたし、どんな名前にするか決め。ダメだ、おいらあだ名しかつ。思いついた。Oke, mari kita cari nama. Inspirasi nama.
もらったよ。大きい。Fuji. Okay, Fuji. Okay juga kayaknya sih. Tapi terlalu mainstream. Aduh, Makoto. Minato. So, bagus sih tapi mirip Xiao. Soma. Sota. Yakin. Aduh, masih belum ada cocok ni. Camden Duanyo Erio Vizan Urvaluzan Kate Amiko lumayan sih.
Zephyro sta piano in barco. Zephyro no. Zephyro. Zephyros, Amico, sama Sota. Semua tiga itu sih bagus. Zephyros. Zephyros. Oke, tapi kebaratan. Amico. Oke, tapi ini kecewaan Sota. Kalau Sota kurang cocok ini Amico deh.決まったかい？君の言う通りにしよう。これで、あなたも名前を持つ人間になったわね。あだ名は？もう思いついたかい？Kasumi. Masanori. Rupanya nama NPC. Mampus dong. Thank you.
ゆっくり考えるといいよ。思いつくまでは、僕たちはしばらく会わなくて済む。僕を不幸に陥れた者たちには、いつか代価を払ってもらうさ。少なくとも博士はね、立場が変わったわね。あなたのこれからの道もそれに合わせて変わっていくと思うわ。でもそれは今すぐというわけじゃない。今はまだ時間をかけて自分自身を整理する必要があると思うわ。
もう一つ、今の稲妻にはまだライデン五花伝の末裔が少しいたね。彼らの中には僕とライデン五花伝の関係を知っている。僕はしばらくスメールを離れるつもりはない。もしも君が稲妻で彼らを見かけたら教えてやるといい。たとえこのことが世界から抹消されたとしても、彼らには真実を知る権利がある。なるほど、それがあなたの選択なのね。え、でもそうなったら。なんてことはないさ。彼らが望むなら刀で僕の胸を突き刺しても構わない。単純明快だね。悪くない。さて、またね、賢明なる神。言っちゃったな。最近の出来事は彼にとっていきなり一生を過ごしたような気分だったでしょうね。おう、そうだな。あいつは相変わらずあいつだけど、態度はちょっと丸くなった感じがするぜ。これでやっとご飯を食べに行けるよな。お疲れ様。落ち着ける場所を探して存分に休みましょう。マコトベルゼブルアミコ。思いついた。神輿長政を小説の最後に持ってこよう。つまり物語の他の登場人物は。そうだ、神輿長政は最後まで寿命を全うしたらしいから異様な雰囲気は消え去った。だがこれから先何十年とこの剣はまるで暗雲のように。年老いた彼はある日夢を見た。全ての喜びは炉の中の火に溶け、紅の雲と化し、神輿長政が人生において最後に見た日の出を包んでいった。人生という道は長い。掃除の時に割っちゃったのか？どうやら気持ちはよくわかるわ。これを知れば誰だって頭を抱えるはずだもの。でも残念ながらテイワットの運命はそうたやすく揺らぐものじゃないわ。神ならばまだ少し可能性が。小さな動物が木にぶつかれば木は揺れる。でも傾きと位置が変わることは別のものなの。運命もそれと同じね。
まさに瓶が床に落ちるように猫が割ったものでも。お前誰なんだよ。歴史は簡単には変わらないけれど、リサ、人々の心は変わる。あ、自分の目を信じて。その目に見えるものこそが真実であり、見えないものは全て虚言よ。声が途絶えた。さっきの人は一体誰だったんだ。瓶も床で砕けたままだし、なんかこのまま放っておくのは気持ち悪いんだ。Opa, se è servo. Mi si vede lentamente. Nice. Allora, andiamo adesso.